お世話になっております、マサルです。今回はファイルとディレクトリの基本操作の続きです。タッチ、CP、MV、RM、 この4つのコマンドを優しく解説していきます。この動画を見てファイルのコピーや移動、削除の基本を勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。前回の動画はディレクトリ操作を中心にお話ししましたが、今回はファイル操作です。ファイル操作も Linux を利用する上で欠かすことができない技術です。やはりよく使うコマンドから練習したいですよね。そこで今回はタッチ、CP、MV、RM を一緒に勉強していきましょう。先にそれぞれのコマンドがどんなコマンドなのか簡単に説明しますね。タッチは空っぽのファイルを作ってくださいというコマンドです。ちなみに空のファイルを作るだけではなく、ファイルの更新時刻を変更したりすることもできますが、今回は空っぽのファイルを作るという部分だけ覚えてもらえれば OK です。CP はこのファイルをコピーしてくださいというコマンド、 MV はこのファイルをこっちに移動して名前を変えてくださいというコマンド、 RM はこのファイルを消してくださいというコマンドです。それでは一つずつ勉強していきましょう。ちなみに今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダは無料で Linux 環境を Web ブラウザを使って利用できるウェブサイトです。使い方はこちらの動画で説明しています。一緒に動かしてみたい方はこちらの動画を参考にして準備してください。それでは最初のコマンド、タッチコマンドです。タッチコマンドは空のファイルを作るコマンドです。更新時刻を変えるという役割もありますが、一度にいくつも覚えるのは大変なので、今回はタッチコマンドとは空のファイルを作れるというところだけ覚えてください。それでは早速タッチを使ったデモを見てください。タッチコマンドは空のファイルを作るコマンドなので、今回は newfile.txt という名前の空のファイルを作ってみたいと思います。その前に ls コマンドを実行して現在のディレクトリにあるファイル一覧を確認しておきましょう。今のディレクトリの中にはファイルシステムというデータだけが存在します。それではタッチコマンドを使って newfile.txt という空のファイルを作成してみます。タッチ newfile.txt、 こちらのコマンドを実行します。実行したら ls コマンドを実行してみたいと思います。先ほどは存在しなかった newfile.txt というファイルが作成されていますね。無事にタッチコマンドを使って空のファイルを作成することができました。それでは次に CP コマンドに挑戦してみましょう。 CP コマンドはコピーの略で、このファイルやディレクトリをコピーしてくださいというコマンドです。これもキラーコーダを使って試していきましょう。それでは CP コマンドを試していきたいと思います。先ほど作った newfile.txt というファイルを CP コマンドを使ってコピーして、newfile2.txt というファイルを作ってみましょう。コピーコマンドで newfile.txt をコピーして newfile2.txt というファイルを作成します。それでは実行します。実行できたら ls コマンドで確認します。 newfile.txt がコピーされて newfile2.txt というファイルが存在していますね。無事に cp コマンドを使ってファイルをコピーすることができました。次は mv コマンドです。 mv コマンドは move の略で、このファイルを移動して名前も変えてくださいというコマンドです。こちらもキラーコーダを使ってやってみましょう。先ほど使った newfile.txt を mv コマンドを使って newfile3.txt という名前にして移動させてみたいと思います。 mv コマンド newfile.txt を newfile3.txt に名前を変えて移動させてください。このようなコマンドです。実行してみたいと思います。実行した後に ls コマンドで確認してみましょう。実行した後 ls コマンドを実行します。すると newfile3.txt できていますね。
ここで注目してほしいのは、元々あった newfile.txt がなくなっていることです。MV は移動させるコマンドなので、移動元のファイルが移動して名前が変わったことで、ファイルがなくなったかのように見えます。先ほど実施した cp コマンドはコピーするコマンドなので、元のファイルが残っていましたが、mv コマンドは移動させるコマンドなので、元のファイルが残りません。cp と mv コマンドは少し似ている部分があるので、混乱するかもしれませんが、cp はコピーして新しいファイルを作るので、元ファイルが残る。mv はファイルを移動させるコマンドなので、元ファイルが残らない。このような違いも意識して使い分けられるようにしておきましょう。それでは次に rm コマンドをやっていきます。 rm は remove の略で、ファイルやディレクトリを削除するためのコマンドです。前回の動画では rmdir コマンドを紹介しました。 rmdir コマンドでは空のディレクトリを削除できますとお伝えしましたが、 rm コマンドを使うことによって空ではないディレクトリも削除できたり、ファイルを削除することができます。実際に rm コマンドも使ってみましょう。それでは先ほど mv コマンドで作成した newfile3.txt を rm コマンドで削除してみたいと思います。 rm コマンドを使って newfile3.txt を削除する、このようなコマンドを実行します。コマンドを実行しました。実行したら ls コマンドで確認してみましょう。newfile3.txt が削除されていますね。このように rm コマンドではファイルやディレクトリを削除することができるということを覚えておきましょう。それでは最後に穴埋め問題を使って理解度をチェックしていきましょう。今回は4つのコマンドを勉強しました。空のファイルを作るコマンド、こちらは何のコマンドでしょうか。こちらのコマンドはタッチコマンドですね。タッチコマンドは空のファイルを作ることができます。次はファイルやディレクトリをコピーするコマンドです。こちらのコマンド、何というコマンドを使ったでしょうか。正解は cp コマンドですね。コピーの略で cp なので覚えやすいですよね。コピーするコマンドなので元のデータが残るということも覚えておきましょう。次はファイルを移動したり名前を変えるコマンドです。こちらのコマンド何だったでしょうか。正解は mv コマンドです。 move の略ですね。cp コマンドと違ってコピーするわけではありません。移動させるコマンドなので、元のデータが移動させられるので元データは残りません。次はファイルやディレクトリを削除するコマンドです。こちらのコマンドは何コマンドだったでしょうか。正解は rm コマンド、 remove の略ですね。 rmdir コマンドは空のディレクトリを削除するコマンドで、データが入っているディレクトリは削除することができませんでしたが、 rm コマンドを使えばデータが入っているディレクトリを削除することができますし、ファイルを削除することもできます。以上、今日は4つのコマンドを紹介しました。皆さん全問正解できましたか。それではエンディングです。今回は Linux のファイルとディレクトリを操作するための基本コマンド、タッチ、cp、mv、rm を一緒に勉強しました。 Linux の試験勉強ではコマンドだけではなくオプションの使い方も勉強しなくてはいけないと思いますが、まずは大前提、基本としてそのコマンドがどういうコマンドなのかを理解しておく必要があります。今回紹介したコマンドは基本のコマンドなので、まずはここからしっかり覚えていきましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独、質問できる環境が欲しい、職場以外の人とつながりを作ってみたい、そんな方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンから、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年5月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん、CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらには英語、ペン字教室、キャリア相談のイベントなど様々なイベントがあります。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。